こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。今日も夜空が綺麗だな。たまには夜に空を見上げるのもいいよね。こうやって、たくさんの星が輝いているのを見ていると癒される。本当に夜空にはたくさんの星があるよね。そのほとんどは私たちの地球が属する天の川銀河に存在する恒星たちだぜ。地球から肉眼で見える6等星以上の星は、実に約8600個と言われているぜ。そんなにあるんだ。夜にしか見えないなんてロマンチックよね。確かに、昼間に空を見上げても、何千個も見えるはずの星も、ほとんど見えないぜ。たった一つの星を除いてはな。たった一つの星？地球から昼間に見ることができる唯一の星があるぜ。昼間に見える星なんてないでしょ。それは太陽系の中心の星、太陽だぜ。ああ、なるほど。太陽も星だものね。時間帯や時期によっては、昼間に月が見えることもあるが、地球から見てあまりにも明るすぎる星、太陽が出ている時間帯は、月以外の星は見ることができないぜ。確かに、地球にとってあまりにも太陽の存在が特別すぎて忘れがちだったよ。太陽がこれだけ明るく見えるのは、太陽が特別大きい星だからではなく、地球から近いからだぜ。太陽も宇宙から見れば、地球から夜空に輝いている星座の星と同じような恒星だぜ。夜空に見える恒星も実は、それぞれ太陽と同じような、あるいはそれ以上の大きさや明るさを持っているぜ。地球にとって太陽は、なくてはならない特別な星だね。ああ。太陽は、地球に光や熱といったエネルギーを届けていて、地球上の全生物にとってなくてはならない天体だぜ。実際に、火山や隕石の衝突による噴煙や、塵に覆われて、太陽の熱が届かなくなった時代には、氷河期となって大量に生物が絶滅したり、植物は光合成ができなくなって、酸素濃度が薄くなったりと、多くの命が危機に瀕していたものね。太陽から降り注ぐエネルギーは、地球の表面の海水や地面を温め、水を蒸発させて雲となり、それが雨となってまた降ってくるという、水の循環をもたらしているぜ。また、地球の自転軸が傾いていることから、太陽からの光の角度が時期によって変わるんだ。だから地球には季節があるんだよね。そうだぜ、太陽は地球の生物にとって重要な星で、太陽がなかったら地球に生命は生まれなかっただろう。そもそも、太陽がなかったら地球自体も存在しなかったと考えられるんじゃない？そうだな。地球は太陽や太陽系に属する他の惑星や衛星などの多くの天体と一緒に生まれたぜ。太陽系というのは、いわば太陽を中心とする天体の家族であり、地球はその一員なんだ。なんか太陽について熱く語っているね。今日は、地球にとって、なくてはならない特別な天体、太陽の秘密に迫ってみようか。それいいね。この動画を見ると、そもそも太陽とは、どういった星なのか、太陽の秘密について、知ることができるぜ。それではゆっくりしていってねー。宇宙にある天体の多くは、自ら光を発している恒星を主星として、主星の重力によって、周りを惑星が周回している惑星系を形成しているぜ。太陽もその一種だね。私たちの住む地球が即している太陽系は、そんな惑星系の一種で、太陽は太陽系の中心の恒星だぜ。まずは、太陽のスペックや内部構造など、太陽の星としてのプロフィールを見ていこう。太陽が生まれたのは、今から約46億年前と言われているぜ。どうやって太陽は生まれたの？宇宙空間には、星間雲と呼ばれる、ガスや塵が広がっている。ガスは水素やヘリウムが主成分で、塵は炭素や酸素などが主成分だ。まず、太陽が誕生する最初の段階として、宇宙に広がっている星間雲が、重力によって一箇所に集まり始めた。星間雲は、やがてゆっくりと回転しながら、大きな円盤状の塊になっていくぜ。そして、集まったガスや塵によって、徐々に中心部の密度が上昇していき、核融合反応を起こし始めるんだ。これが原始太陽の誕生だぜ。原始太陽の周りを周回していたガスや塵は、どうなったの？原始太陽の周りを周回していたガスや塵は、衝突や合体を繰り返して、直径 10km 程度の微惑星へと成長していったぜ。ほう。やがて、その微惑星同士も衝突や合体を繰り返し、さらに大きい惑星へとなっていったぜ。そうやって、現在の太陽、そして太陽系の姿となったんだね。恒星は温度や明るさ、色によって分類されているぜ。どういった分類になるの？明るく非常に高温の青色巨星と呼ばれる青い天体や、逆に暗く低温の赤色矮星と呼ばれる赤い天体などが存在するぜ。赤い方が高温のイメージがあるけど、逆なのね。星は温度が高いほど青く輝き、温度が低いほど赤く輝くぜ。
太陽はどっち？太陽はちょうどその中間にあたる地系列星と呼ばれる恒星で、やや黄色みがかった白色の光を放ち、天体の内部で安定的に水素の核融合反応が行われている。ごくごく平均的なありふれた恒星の一つと言われているぜ。なるほどね。太陽より大きな天体としては赤色超巨星に分類されるオリオン座のベテルギウスがあるぜ。オリオン座のベテルギウスは太陽の400倍の大きさだ。400倍？青色超巨星の同じくオリオン座のリゲルは太陽の50倍ほどの大きさがあるぜ。太陽より小さい恒星は？一方で太陽より小さい恒星としては太陽系から最も近い恒星であるプロキシマケンタウリがあるぜ。プロキシマケンタウリは太陽よりも暗くて温度が低い赤色矮星に分類され、太陽の7分の1ほどの直径しかないんだ。銀河系に存在する恒星の4分の3が小さく暗い赤色矮星であると言われているぜ。それじゃあ太陽は銀河系の全恒星の中では大きく明るい方の天体と言えるね。太陽の色は何色だと思う？太陽は日本の国旗の日の丸のような赤色や黄色、白色など様々な色で表現されるよね。実際はどうなんだろう？実際はやや黄色みがかった白色の光を放っているぜ。へぇ。続いて太陽の重力と太陽系の大きさについて解説するぜ。太陽は太陽系の天体の質量の合計の 99.8% を占めており、太陽系のすべての天体が太陽の重力を受けているぜ。太陽の周りには8つの惑星が周回しているのよね。ああ。太陽の周囲には地球の他に、最も内側を回り、最も小さい惑星、水星、地球に最も近く、明けの明星や宵の明星として、地球から非常に明るく見える金星、赤い惑星として有名な火星、太陽系最大のガス惑星、木星、大きなリングを持つ惑星、土星、横倒しで自転するミステリアスな惑星、天王星、濃い青色が神秘的な海王星の、それぞれ個性が豊かな合計8つの惑星が周回しているぜ。惑星の他にも、一昔前まで惑星として扱われていた冥王星をはじめとする準惑星と呼ばれる小型の惑星や無数の小惑星、そして大きく彗星など多くの天体が太陽の重力によって太陽の周りを回っているぜ。太陽の重力ってすごいんだね。宇宙での天体間の距離を表す指標として天文単位というものがあるぜ。天文単位は au という単位で表され、太陽と地球の距離を 1au と表す。太陽から最も遠い惑星である海王星は 30au。 つまり太陽から地球までの距離の30倍ね。その通りだぜ。太陽系の外縁部はオールトの雲という無数の小天体が雲のように取り囲んでいると考えられている。そのオールトの雲は1万 au から10万 au の間にあると推定されているぜ。つまり太陽の重力は太陽と地球の距離の1万倍から10万倍の距離まで及んでいるということだぜ。太陽は扁平率 0.01% 以下という、ほとんど完全な球体で、直径139万 2000km。地球の109倍ほどの大きさで、太陽系最大の惑星である木星と比べても10倍ほどの大きさがあるぜ。想像を超える大きさだよね。質量は 1989×10⁄30kg。地球の約33万倍という重さだ。太陽系の惑星たちは太陽の周囲を回っているが、太陽自体も回っており、赤道付近で27日ぐらいの周期で自転しながら、銀河系を2億2500万年から2億5000万年の周期で一周していると考えられているぜ。太陽の構造はどうなっているの？太陽を構成する主な元素は水素とヘリウムで、水素が 73.46%、ヘリウムが 24.85%。 他に酸素や炭素、鉄などのその他の元素がそれぞれ少量存在している。太陽は内部から中心核、放射層、対流層、光球、砕層、繊維層、コロナという層からなっているぜ。ふむふむ。中心核は太陽核とも呼ばれ、太陽の中心にある核のような構造だ。中心核では2400億気圧というとてつもない高圧、温度は約1600万度、密度は水の160倍という高密度の状態となっているんだ。このような環境下では太陽の主成分の水素原子がぶつかり合ってヘリウム原子に変換されるという核融合反応が起こっているぜ。太陽表面の温度はどうなっているの？光球と呼ばれる太陽の玉の表面部分の温度は約6000度だぜ。また、太陽表面に存在する黒点と呼ばれる黒い部分は約4500度となっている。中心核と比べたらかなり低温だね。だが、これでもダイヤモンドを溶かすほどの高温だぜ。確かに、太陽の最も外層にはコロナと呼ばれるガスの層があり、ここは100万度という高温となっているぜ。どうしてコロナは太陽表面よりも高温なわけ？コロナがなぜ太陽表面よりも高温なのかは明らかになっていないぜ。
未だわかっていないこともあるのね。それに、普段地球から見えている太陽の光は光球や光が強いため、コロナは普段見ることができないぜ。いつなら見れるの？皆既日食の際には黒い月の影から漏れて白く輝くコロナを見ることができるぜ。ああ、確かに。また、太陽からは太陽風というプラズマの太陽放射が起こっているぜ。プラズマって何？プラズマとは何かというと、まず、物質の状態は加熱すると、固体から液体へ、そして、液体から気体へと変わるが、気体をさらに加熱すると、気体の分子は乖離して原子に分離される。そしてさらに温度を上げると、電離という現象が起こり、原子が原子核と電子に分離される。この電離した原子核や電子といった電気を帯びた粒子を含む気体のことをプラズマと呼ぶぜ。なるほど。太陽のコロナでは100万度という高温のため、気体がプラズマの状態となっているぜ。その状態になると何が起こるの？コロナからは高温で電気を帯びたプラズマが毎秒100万トンも放出されるんだ。これは太陽系のかなり広い範囲にまで届いているぜ。このプラズマの流れを太陽風と呼ぶんだ。太陽風の届く範囲を太陽圏と呼び、太陽圏の端をヘリオポーズと呼ぶぜ。ヘリオポーズまでの距離はどのくらいあるんだろう？1977年に打ち上げられた探査機ボイジャー1号は、2012年に 122AU の距離で、ヘリオポーズに到達したらしいぜ。つまり、太陽風は太陽から 30AU の距離にある最も遠い惑星、海王星の4倍の距離まで届いているということだ。わあ、すごい。太陽風の速度は、地球に到達するときには、平均毎秒 450km という高速で、時には毎秒 900km にまでなることもあるぜ。地球に太陽風が届いたときは、どのくらいの温度になっているの？地球に届いた太陽風の温度は、10万度にも達するぜ。電気を帯びた太陽風が地球に届くと、地球の磁力により、北極や南極付近の極地に引き寄せられ、空気中の酸素や窒素と反応して発光する。これがオーロラだぜ。なるほど。太陽表面では太陽フレアと呼ばれる大きな爆発現象が起こることがあるんだ。大規模な太陽フレアが起こった際には太陽嵐と呼ばれる強力な太陽風が押し寄せ、電磁波や磁場の波が襲ってくる。そうなると地球はどうなるの？そのため、太陽嵐を受けた地球では電波障害が起きて通信システムが使えなくなったり、地磁気変動が起こり電力関係の施設に異常をきたし、世界中が停電になったりするなどの甚大な被害が出る可能性があるぜ。続いて空気がないのになぜ太陽が燃えるのかについて解説するぜ。確かに地球上で物を燃やすには酸素が必要だもんね。そもそも物が燃えること、燃焼とは物質が酸素と激しく反応することを言うぜ。地球の大気の組成は窒素が 78%、 酸素が 21% で、十分に酸素があるからこそ地球上では物を燃やすことができるんだ。宇宙空間には空気がないし、いわば真空の状態だね。もちろん酸素はないため、地球上のように物を燃やすことはできないぜ。しかし、そんな宇宙空間でも太陽は燃え続けているだろ。どうして太陽はなぜ燃えることができるの？太陽は強い光や熱を出しているため、燃えているように見えるが、実は太陽は燃えているのではないぜ。そうなの？メラメラと燃えているように見えるよ。太陽の中心部、中心核では水素原子がヘリウム原子に置き換わる、核融合反応が活発に行われている。その核融合反応によって光や熱が発生しているんだ。我々の身の回りの全ての物質は原子という粒子からできているぜ。原子は原子核と呼ばれるプラスの電気を帯びた核の周りを、電子と呼ばれる粒子が飛び回っているという構造をしている。原子核はさらにプラスの電気を帯びた陽子と電気を帯びていない中性子から構成されている。陽子がプラスの電気を帯びているため、原子核はプラスの電気を帯びているんだ。ふむふむ。原子の種類は原子核を構成する陽子の数、原子番号で表され、元素記号で表されるぜ。例えば、原子番号1番の水素原子は、陽子の数は1つ。原子番号2番のヘリウム原子の原子核は、陽子を2つ。原子番号6番の炭素原子は、陽子を6つ持つんだ。原子番号が大きくなるほど、原子の原子核に含まれる陽子の数が多くなるため、物質の重さは重くなるぜ。つまり、原子番号が大きい物質の方が、重い物質ということなのね。そういうことだぜ。そして、核融合反応とは、軽い物質の原子の原子核同士が、ぶつかり合って融合することで、より重い物質の原子ができる反応のことだぜ。なお、原子力発電には、核融合反応と逆の核分裂反応が利用されており、これは、ウランなどの非常に重くて不安定な元素が、2つ以上元素に分裂する反応だ。核分裂反応よりも核融合反応の方が多くのエネルギーを得ることができるため、
核融合反応は未来のエネルギー源として研究が進められている。ふむふむ、核融合反応は通常の環境ではできないぜ。それはどうして？なぜなら原子核はプラスの電気を帯びているため、通常は反発し合いぶつかることがないからだ。しかし太陽の中心核のような高温高密度でプラズマ状態になっていれば、原子核同士が活発に衝突し合い核融合反応が起こるぜ。太陽の中心核で行われている核融合反応とは？では次に、具体的に太陽の中心核で行われている核融合反応を紹介するぜ。太陽の中心核で行われている核融合反応は、端的に言えば4つの水素原子核から1つのヘリウム原子核に変換される反応だ。燃料となる水素原子の原子核は陽子1つだけで構成され、核融合反応の産物であるヘリウムの原子核は陽子2つと中性子2つで構成されている。太陽の中心核では、まず水素の原子核が、陽電子とニュートリノと呼ばれる粒子を放出し、中性子となって、もう一つの水素の原子核と合体し、一つの陽子と一つの中性子から構成される重水素の原子核になる。そして、重水素の原子核に、さらにもう一つの水素の原子核が合体し、陽子二つと中性子一つからなるヘリウム3の原子核に変換されるぜ。さらに2つのヘリウム3の原子核同士が合体し、陽子2つと中性子2つからなるヘリウムができるんだ。ふむふむ、この核融合反応の過程で膨大なエネルギーが発生するぜ。元の4つの水素からヘリウムに変換される過程で質量の 0.7% を消失しており、消失した分のエネルギーが光となって放出されているんだ。どうやって放出されているの？具体的に言えば、重水素の原子核が核融合反応でヘリウム3に変換される際に、放射線の一種であるガンマ線を放出する。中心核で放出されたガンマ線は太陽の外層のガスに吸収され、電波、赤外線、可視光、紫外線、X 線といった様々な波長の電磁波となって宇宙空間へと放射されているぜ。実際に現在も太陽は毎秒42億キログラムずつ軽くなっていると言われているぜ。太陽の中心核では毎秒5億6400万トンもの水素が核融合反応を起こしており、4×10 の23兆キロワットという膨大なエネルギーが作られている。これは太陽が作り出すエネルギー全体の 99% を占めているぜ。中心核より外側の層は、中心核から外側に運ばれたエネルギーによって加熱されている。そして、内部から伝わったエネルギーは光として光球から発せられ、輝いて見えるんだ。なるほど。そうやって、太陽は酸素を使って燃えているのではなく、太陽の内部で活発に行われている核融合反応のエネルギーが光や熱となって燃えているように見えるんだね。そして、その光や熱のエネルギーが地球などの惑星に届いているんだ。ああ、地球には太陽から毎秒約42兆キロカロリーというエネルギーが届いており、これは世界中で1秒間に消費されるエネルギー量の2万倍以上だぜ。もし太陽から地球に降り注ぐエネルギーを全て電気などに変換できるとすれば、世界中で1年間に消費されるエネルギーを45分ほどで賄うことができると言われているぜ。現在の太陽の中心核では非常に効率よく安定して核融合反応が行われている。しかし、太陽の中心核に含まれている核融合反応のいわば燃料となっている水素の量には限りがあるため、いつかは水素を使い果たしてしまう時が来るぜ。そうなるとどうなるの？そうすると、水素の核融合反応でできたヘリウムからできた中心核を水素の外層が取り囲むという構造となるんだ。こうなると、ヘリウムの中心核の外側の水素の層で核融合反応が起こるようになり、核融合反応のエネルギー源を失った中心核は重力によって収縮していくぜ。収縮するとどうなっちゃうの？収縮した中心核は重力エネルギーにより熱を発生させるため、その外層で起こっている核融合反応をより加速させるぜ。この核融合反応によってさらに熱が発生し、太陽は膨張し始め、表面の光球の温度は低下するため、太陽の色は徐々に赤みを帯び始めるだろう。やがて中心核ではヘリウムの核融合反応が起こり、さらに重い元素に変換される。やがて中心核には炭素や酸素ができると考えられるぜ。しかし、太陽の重力では炭素や酸素の核融合反応を起こすことができないため、炭素や酸素は中心核に蓄積し、重力によって中心核はさらに収縮していくことになる。その時、外層はどうなっているの？一方で外層はさらに膨張し、太陽は現在の100倍以上の大きさの赤色巨星と呼ばれる巨大な星へと姿を変えるぜ。100倍？赤色巨星として有名な天体は、クジラ座のミラや、牡牛座のアルデバラン、牛飼い座のアルクプルスなどが挙げられ、いずれも赤く見えるぜ。
太陽が膨張するってことは、地球に近づくってことだよね。ああ、太陽は水星、金星を次々と飲み込み、やがて我々の住む地球のすぐ近くまで迫る大きさにまで膨張するだろう。地球も太陽に飲み込まれちゃうかも。地球はギリギリ太陽に飲み込まれないかどうかという位置で、仮にそれを免れたとしても、巨大化した太陽からの熱風により地球の海は干からびてしまうと考えられているぜ。それは怖いね。膨張した太陽の外層は中心から離れているため、徐々に重力によって外層のガスをつなぎ止めておくことができなくなり、徐々に宇宙空間に流出していってしまう。この流出したガスや塵は惑星上星雲となるぜ。惑星上星雲は中心核の放つ紫外線によって電離し光を放って輝くんだ。そのような星はあるの？ことざの環状星雲は惑星上星雲の一つであり、中心核からの紫外線を受けて美しく虹色に輝いているぜ。青色はヘリウム、黄色は酸素、赤色は窒素がそれぞれ紫外線を受けて輝いているものだぜ。太陽も一生を終える時にはことざの環状星雲のように美しく虹色に輝くかもしれないね。惑星上星雲はやがて星間雲として宇宙空間を漂い、また新しい恒星が誕生する材料となるぜ。こうやって恒星は岩場子孫を残すんだ。結局のところ太陽はどうなる？最終的に太陽は外層をすべて失ってしまい、中心核だけが残骸として残るぜ。この中心核の残骸を白色矮星というぜ。白色矮星は酸素や炭素で構成され、大きさは地球ぐらいなのだが、質量は現在の太陽の半分ぐらいと、非常に高密度の天体だ。白色ってことは白く輝くってことなのかな？白色矮星はその名の通り白く輝くぜ。表面温度は現在の太陽の表面温度よりも数十倍高く、白色矮星は宇宙で最も表面温度の高い天体だと言われている。しかし、白色矮星の内部で核融合反応は行われておらず、放出されるエネルギーは全て恒星の中心核だった頃に蓄えられていた熱によるものだ。というと、つまり、白色矮星はこれまで行われてきた核融合反応の余熱で輝いているに過ぎないぜ。宇宙には熱を伝導させるものが存在しないため、白色矮星はゆっくり長い時間をかけてエネルギーを宇宙空間に放出するぜ。太陽が白色矮星になったら地球はどうなるのかな？白色矮星になった太陽は、地系列星としての太陽よりもずっと長い何兆年もの間白く輝き続けると考えられており、その放出されるエネルギーは非常に安定していると言われているぜ。このことから、白色矮星は私たち人類が生き残るための最後のエネルギー源になるとも言われているぜ。白色矮星の周りの程よい距離を公転している惑星を見つけることができれば、安定して長期的にエネルギーを得られるかもしれないんだ。へえ、現在、地球から見える白色矮星はあるの？地球から見える白色矮星として、非常に身近な天体があるぜ。それは、オーイヌ座のアルファ星で、冬の大三角の一つ、そして太陽を除いて、地球から最も明るく見える恒星として有名なシリウスだぜ。シリウスは、連星系と呼ばれる、二つの恒星が回り合っている天体であり、一方が、地系列星のシリウス A、もう一方が、白色矮星のシリウス B だ。望遠鏡で見ると、大きく明るいシリウス A の横に、小さい点のようなシリウス B が見えるぜ。シリウスはもともと大きな二つの恒星からなる連星系だったが、質量がより大きかったシリウス B の方が先に寿命を迎え、シリウス B は赤色巨星となり、やがて現在の白色矮星となったと考えられているんだ。なるほど。太陽は赤色巨星となった後に外層を失い、白色矮星として長い間輝き続けることになるんだ。でも白色矮星が輝かなくなる時は来るのかな？白色矮星にもいつかはその輝きを失う時がやってくるぜ。何兆年もの長い時間をかけて熱を放出させてきた白色矮星はゆっくりと冷えていくぜ。それに伴って光は弱く赤くなっていき、千兆年程度経つと黒色矮星と呼ばれる冷え切った真っ暗で光を放たない天体になるだろう。ということは、太陽は最終的には自ら光を放たなくなり、冷たく暗い黒色矮星となって宇宙を漂い続けるのか。そうだ。太陽も地球も太陽系の他の星々も遠い未来には宇宙の暗闇の中で漂う星の残骸と化してしまうぜ。ただ太陽ぐらいのサイズと質量を持った恒星の寿命は100億年ほどと言われているってことは、太陽や太陽系が誕生してから46億年だから、太陽は今後50億年は現在と同じように輝き続けると考えられるね。人類が生きている間に太陽が寿命を迎えるということはまずありえないぜ。そのため、太陽が消滅することについては全く心配する必要はないだろう。それなら安心だよ。人類が生き残るためには太陽よりも地球の環境を守ることが大切かもね。
にしても、太陽を観測するのは難しそうだね。太陽は我々の住む地球にとって最も身近な恒星だが、その明るさゆえに観察することは惑星などと比べて難しいと言えるだろう。探査機を使うのも難しいかな？探査機を直接飛ばそうにも暑さで溶かされてしまったり、地球の約30倍という強い引力によって太陽に引きずり込まれてしまったりする恐れがあるため、探査機を太陽に送り込むのも難しいぜ。それじゃあ、やっぱり太陽の観測は厳しいね。そうだな。だから太陽のコロナがなぜ光球よりも熱いのかなど、これだけ近くて身近な天体にもかかわらず、分かっていないことが意外とあるんだぜ。それでも研究は進められているの？このような謎を解き明かそうと、2018年、アメリカの NASA は、世界初の太陽に直接行って観測する探査機を打ち上げたぜ。へぇ、それが、パーカーソーラープローブだぜ。パーカーソーラープローブ？パーカーソーラープローブは、太陽に 0.04au の距離まで接近し、太陽のコロナに直接入り込んで探査を行うことを目標に設計されたんだ。太陽からの熱放射と放射線と高温にさらされるという極めて過酷な環境での探査となるため、1400度の高温に耐えられる炭素製の耐熱シールドに覆われ、コンピューターや観測機器などの精密機器は太陽光を直接受けないような設計になっているぜ。引力には耐えられるの？強い太陽の引力によって太陽に落下しないように、パーカーソーラープローブの速度は驚異の秒速 200km、時速に直すと72万 km に達するぜ。このスピードは人類が作った物体の中では最高速度となるぜ。すごい技術だね。そして、2021年4月28日、パーカーソーラープローブは、人類史上初めて太陽のコロナに突入したぜ。人類史上初の太陽に探査機が到着した瞬間だ。それで成功したの？パーカーソーラープローブは太陽コロナを内側から撮影することにも成功しているぜ。これからパーカーソーラープローブは何度か太陽に接近して太陽のコロナに直に触れて観測を行い、太陽の磁場やコロナ、太陽風などについての探査を行う予定だぜ。今回は太陽について詳しく解説してみたぜ。太陽にはまだまだ隠された謎があるけれど、観測技術の向上に伴って徐々に明らかになっていくだろうね。太陽は実際に行くとどんな光景が見られるのか、恒星から見た宇宙はどのようなものなのか、また地球にとって最も身近な恒星として夜空に輝く星々はどのような性質を持っているのか、私たちの地球に生命が生きる環境を与えてくれている太陽は広い宇宙に無数に存在する星々を知る貴重な情報も与えてくれているんだぜ。今後の調査が楽しみだね。こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくりマリサだぜ。霊夢、今回は太陽にある黒点の話をしていくぜ。黒点、太陽さんのシミみたいなやつ？そうそう。太陽っていろいろ謎が深いと思うんだけど、その中でも黒点について話がしたいんだぜ。確かに、私もわからないこと多いし、教えてくださいマリサ先生。おう。では早速黒点が増えると地球が熱くなるのかについて解説していくぜ。それではゆっくりしていってね。黒点が増えると地球が熱くなるのか？日没間際の太陽に、稀に黒いシミが見えることがあるわよね。あれが黒点？そうそう。昔の中国では、太陽に住む三本足のカラスの姿が見えているのだとする説があったらしい。このカラス、日本ではヤタガラスとも呼ばれ、幸運を招くカラスとして信仰の対象にもなっていたそうだぜ。へぇ、カラスと見るなんて素敵な考え方ね。え、これカラスなの？いやいや、このシミはもちろんカラスではないぜ。太陽表面に現れる暗い模様の黒点で、肉眼で確認できることから肉眼黒点と呼ばれることがあるよ。目で見てわかるくらいだし、黒点の中でも巨大なものなのでしょうね。うん。日没間際で見えるのは、夕刻の太陽光は地球大気を抜ける距離が長いために、とりわけ青い光の原光が大きく、肉眼で見た時の眩しさが抑えられるからだ。急に難しい話きたわね。黒点はその見かけ通りに周囲よりも温度の低い場所だ。その数は現在では約11年の周期で増減を繰り返していることが知られているぜ。温度が低い場所ならば、黒点が増えたり肉眼黒点が現れたりすると、太陽表面の温度が全体として下がったり太陽が暗くなったりして地球が涼しくなりそうな気がするわよね。ああ。ところが、地球の平均気温との関係をよく調べてみると、黒点が多い時期の方が地球の平均気温が上がっているというデータが出てきたんだ。え、なんか矛盾している気がするけど、真相はどうなのかしら。黒点と白斑。
太陽では、水素原子核がヘリウム原子核へと変換される熱核融合反応が高温高圧の中心部で起こっている。この時発生する熱と光が約100万年の時間をかけて表面へ向かって上昇していき、私たちが見る太陽の輝きの源泉となるんだ。ふむふむ。熱核融合反応は人間の一生や歴史程度の時間内では非常に安定で、一定のエネルギーを供給し続けているぜ。熱と光が太陽のどこかに溜まることもないの？ないぜ。だから、太陽の輝きが目に見えて変わったり、数万年の間に数パーセント変わったりするようなことはないんだ。へえ。そうは言っても、黒点が現れるとそこは暗いから表面を隠されたのと同じで、光量が減って太陽はその分暗くなりそうじゃない？霊夢が言いたいこともわかるんだぜ。太陽の黒点数がゼロになる時期を太陽活動の極小期、最大になる時期を極大期と呼ぶんだけど、極小期と極大期の太陽の明るさの違いはどれくらいかというと、地球付近に届く太陽光の観測を元にすると 0.1% 程度だということがわかっているんだ。わずかなものね。これは現在約11年の周期で現れる現象だが、数日単位の短期間でも黒点数が多い時の方がそうでない時よりも同程度に明るいことがわかっているんだ。一体どうしてなのかしら。物事を見る時には一面だけ見ていても本質がわからないことが多くあるよな。太陽もその例で、目立つので黒点に注目しがちだけど、実は太陽には白斑と呼ばれる明るい光点があって、これが黒点と共に増減しているんだ。白斑、太陽表面に現れるぼんやりした白い模様のことよね。そうそう。黒点の周囲や陽極では比較的明瞭に見えることがあるんだけど、白く見えるのは周囲より温度が高いために多くの光を放っているからなんだ。象徴はあるものの太陽全面に点在していて、黒点の増減に合わせるかのように数が変化しているってことかしら。そう言われてはいるな。ただ、その変化ははっきりしたものではなく、黒点が増えると白斑も増えるというぼんやりした傾向だ。それでも、極大期には黒点が増えて太陽が暗くなる効果を打ち消して、あまりある数の白斑が現れて、太陽が明るくなることがわかっているよ。黒点が多いと太陽が暗くなるような気がしていたけど、実は逆で、黒点が多い時期には地球の平均気温が上がることというわけね。ああ、今までの話だとそういうことになるぜ。でも、走行は 0.1% 程度よね。この程度の変化で地球の平均気温が変わるのだろうかって不思議にも思うわ。じゃあ、この疑問を解くために他の要素を探して、その効果と比べてみようぜ。地球と太陽の距離。地球は太陽の周りを回る惑星なのはわかるよな。ええ？その軌道は完全な円ではなく少し歪んでいて楕円を描いているんだ。楕円は円を潰して描くことができる図形で、その潰れ、歪み具合を離心率という量で表す。地球は大体どのくらい？地球のそれは約 0.017 だな。このような離心率の楕円軌道では、円軌道に比べると太陽からの距離が 0.983 倍から 1.017 倍の間で変動する。よくわからないわ。頭がぐるぐるしちゃう。つまり、最も近い位置、近日点と最も遠い位置、遠日点では 3% 強距離が違うことになるんだ。へえ、そんなにも変わるものなのね。この距離の違いによって地球に届く太陽光がどれくらい変わるかを見てみると、光量は距離の2乗に反比例するから、近日点と遠日点では 6% 変化するぜ。ふむふむ、黒点数や白斑数の変化による光量変化はこれに比べたら小さなものだから、影響はないだろうと思いがちだけど、軌道に由来する 6% の変化は毎年変わることなく起こるので、その地球への影響も変化しないのに対して、太陽活動に由来する黒点数や白斑数の変化はもっと長い時間で起こり確実に増減するんだ。なるほど、だから地球に対して全く影響がないとは言い切れないってことね。だからといって影響があるとも言い切れないのがもどかしいところだな。そうねー、もっと他の要素はあるのかしら。その辺についても解説していくぜ。地球の軌道と自転軸の揺らぎ。地球の楕円軌道は一定ではなく、約10万年の周期で潰れ具合、離心率が変化している。また、約4万1000年の周期で自転軸の傾きが約 21.5 度から 24.5 度の間で変化し、約2万6000年の周期で自転軸が首振り運動、再左運動をしているぜ。じゃあ今も自転軸の傾きは変わっているの？現在、自転軸の傾きは小さくなりつつあって、約1万2000年後に最小となる予定だ。わお。首振り運動の影響は北極星の交代として見ることができ、偶然だがこれまた約1万2000年後に、こと座の Vega が天の北極から5度以内の位置に来る予定だよ。
なんか偶然で片付けられないほど稀なことね。本当に偶然なのかしら。この3つの要因によって太陽から受ける光量日射量が変化し、地球の気候が長期的に変動するのではないかと気がついたのが、セルビアの地球物理学者ミランコビッチで、1920年代のことだったんだ。3つの要因は複雑に絡み合っていて、日射量の変化も複雑だけど、本当に地球の気候に影響することがわかっているのね。ああ、地質学的に得られる証拠に矛盾しない計算結果が、ミランコビッチ自身の計算でも、現在の精度の高い計算でも得られているらしいからな。この影響による気候変化の周期を発見者の名を記念してミランコビッチサイクルと呼んでいる。すごいわねー。でもさ、これって数千年数万年という時の流れの中での話で、黒点が増えると地球が熱くなるかどうかという話とは直接関係がなさそうじゃない？ああ、じゃあもっと別の要素を探してみよう。話は黒点に戻るぜ。黒点から離れすぎてついていけなくなりかけてたわ。よろしくお願いね。黒点と磁場。太陽表面の温度が低い領域が黒点として見えるっていうけど、なぜ温度が低いのかしら。太陽中心部からの熱や光が上昇してきて、表面から宇宙空間に放たれるというのが太陽が輝く仕組みだ。ほうほう。だから、黒点は上昇効率が下がっている場所ということになるわけね。効率を下げている原因は何かあるのかしら。それは磁場だということがわかっているぜ。その作用の仕組みとは？地球は地軸の北極近くが S 極、南極近くが N 極という大きな磁石になっていて、だからこそ方位磁針を使って方角を知ることができるんだ。太陽も磁石になっているけど、地球のようには安定していなくて、現在は約11年ごとに N 極と S 極が入れ替わっているらしい。入れ替わったりするの？それも不思議ね。地球や太陽に限らず、磁石の性質を表すときには磁力線がよく用いられる。磁力線？磁力線は N 極から出て S 極に入るように矢印をつけて描く。このように描くと、N 極から出る磁力線の本数と S 極に入る磁力線の本数は同じになるんだ。また、N 極や S 極近くでは磁力線は密になり、離れたところでは広がってまばらになるぜ。私の知っている磁石は、U 字のあの磁石しかわからないから、ピンとこないわ。棒磁石を思い浮かべてほしいんだけど、極近くでは磁力が強く遠くでは弱いよな。そのことを考えると、磁力線の混み具合、密度によって、その位置の磁力の強さを表現できるということになるんだ。ほう。ここで、磁力線をゴム紐のように考えてみてくれ。磁力線が束になったものを磁束管と呼ぶんだけど、このような密なところは、紐がぐーぐー押し付け合っていて、互いに反発して遠ざかる傾向があるぜ。私の頭がフリーズしそうです。つまり、磁束管の内部では外に広がろうとする力が働いているんだ。このような磁束管を外から見ると、周囲を押し広げようとする圧力があると見ることができるぜ。これを磁気圧と呼ぶよ。フリーズしないで頑張ってついてきてくれ。磁束管の内部には物質があるから、その物質がもたらす圧力もあって、磁気圧と内部の物質の圧力が合わさって、磁束管周囲の物質が、磁束管に及ぼす圧力と釣り合っているんだ。ということは、内部の物質の圧力は周囲の圧力に比べると、磁気圧の分だけ小さくなっていて、物質の量、密度も減っているということ？ご名答、霊夢もわかってきたようだな。へーへ、フリーズした頭を頑張って回転させました。さて、黒点の磁場を観測してみると、周囲よりもずっと強いことがわかるよな。太陽は大きな磁石だが、内部には小さな磁石もたくさんあって、それぞれを磁力線や磁束管で表現することができる。ふむふむ。磁場の観測と黒点に関係するその他の現象から、黒点は太陽内部の磁束管が浮かび上がって上空へ伸びていくその断面が見えている場所だと分かっているよ。磁束管の内部は物質の圧力が低くて周囲に比べると物質量が少ないから、内部から上昇してくる物質も、周囲に比べたら少なくて温度も上がらないわよね。ああ、そこが見えているのが黒点だから、周囲より暗く見えるわけだな。なるほどねー、分かってきた気がするわ。気がするじゃなくてちゃんと分かってくれー。太陽磁場と地球磁場。さっき話していた磁石についてもう少し話すぜ。マリサ、私お腹いっぱいです。そう言わずもう少し聞いてくれ。太陽という磁石は太陽系内で一番大きく強いので、太陽系内に太陽磁場が広がっている。見た目には南北両極の片方が N 極、もう一方が S 極となって、両極をつなぐ太陽近くの磁場と、両極から太陽系内に広がる磁場になるぜ。地球にも磁場があるわよね。ああ、もちろんあるがその規模はこれに比べたら小さく、月に届かない程度の広がりなんだよ。へえ。
他には磁場がある惑星ってあるの？有名どころだと、惑星の中で最強の磁場があるのは木星だな。でも、それでも太陽磁場に圧倒されて、太陽系内での影響は極めて限定的だ。ふむふむ、木星にも磁場があるのね。さて、磁力線がある場所に電気を帯びた粒子、荷電粒子が飛び込むと、この粒子は磁力線に沿って動くようになるんだ。荷電粒子は磁場があると、磁場の向きと荷電粒子が動く向きの両方に垂直な向きに力を受ける。つまり、その結果、荷電粒子は磁場に垂直な面内で陰運動をする一方、磁場に平行な方向には磁場から何の影響も受けないため、まっすぐ進み、両方を合わせた螺旋運動をするんだ。言い換えると、磁場があると荷電粒子は磁力線に捕まって、磁力線の方向にだけ動き、磁力線を横切ることができないということになるぜ。なるほどねー。太陽は表面の温度が一番低くて約5700度、その上にある彩層は約1万度。さらにその上に太陽半径の10倍以上まで広がるコロナがあって、約200万度となっている。コロナ？あの某ウイルスじゃないぜ。コロナくらいの温度になると、物質から電子が引き剥がされて、陽子やヘリウム原子核などの正の電気を帯びた粒子と電子などの負の電気を帯びた粒子ばかりになっているんだ。あれ、でも太陽は自転しているわよね。磁力線という意外画がたくさん生えている玉が回転しているようなもので、意外画はそれほど硬くないので、回転の影響でカーブしながら太陽系内に伸びているんだ。このような状態では、コロナの物質が磁力線に沿って流れ出すという現象が起こるぜ。あ、これが太陽風という、太陽系内どこにでも見られる荷電粒子流ってやつか。そうそう、回転する磁力線に沿って太陽から離れていく荷電粒子は加速されて、地球軌道付近では秒速 500km 前後に到達しているんだぜ。このような風が吹いていたら、地球に影響はないのかしら？実際、火星では大気の剥ぎ取りが起こって、かつて存在した1気圧程度の大気が失われて、現在の100分の1気圧程度の大気になったと推定されていて、その科学的な証拠も揃っている。地球は無事なのかしら？大気の置き換えについては、荷電粒子の速度は大きいものの密度は低いので、長い時間かけてもそういうことは起こらないことがわかっている。幸いなことに地球には磁場があるよな。他の地球型惑星と比べると格段に強くて、地球周辺では太陽磁場を圧倒しているため、太陽風が直接地球に到達することはまず考えられにくいんだ。地球磁場が太陽風の防護網のような役割を果たしているというわけか。特に赤道付近から中緯度にかけてはしっかりと守られているよ。別の言い方をすると、磁力線が出入りしている南北両極では守りが薄いとも言えるな。確かにそうね。現在の地球は北極が S 極、南極が N 極になっていて、磁極付近では磁力線が混み合っているわよね。混み合っていると外部からの荷電粒子の侵入を防ぎやすいような気がするけど、違うのかしら。霊夢、荷電粒子は磁力線に沿って動くことを思い出してくれ。磁力線を横切る動きはなかなか起こらないから、磁力線が上空を横切っている赤道や中緯度のようなところでは太陽風の侵入が起こりにくいんだけど、極地方のように磁力線が地表に向けて曲がっているところでは侵入しやすいんだよ。ふむふむ、フレアのような太陽の活動で高エネルギーの荷電粒子が発生して放出されるような場合、それが地球に向かってくると両極に侵入して大気を叩くんだぜ。なるほど。これがオーロラや磁気嵐として観測され、自然現象を堪能したり電気設備に被害をもたらしたりするという形で生活に関わってくるわけね。そうだ。じゃあ黒点の話に少し戻すけど、黒点は太陽の磁束管が表面を突き抜けて上空へ伸びている部分の断面が見えている場所だったんだ。磁束管を作り上げている磁力線は太陽に戻っていったりそのまま太陽系内に伸びていったりしているのよね。そうそう、その黒点が増減するということは磁束管が増減することになる。ということは、黒点が増減すると太陽系内に広がる太陽磁場にも変化が起こるということかしら？そうそう。あれ、でももしそうであれば、太陽から飛来する荷電粒子の量も変化して地球大気に飛び込む数も変わるんじゃない？それが地球の平均気温に影響するんじゃないのかしら？良い質問だぜ、霊夢。実のところ、太陽風の影響は限定的で、地球の気温に影響するほどではないことがわかってるよ。しかし、太陽磁場が影響するのではないかとする見方は全く別の視点に気づかせてくれるぜ。銀河宇宙船と霧箱。突然だが、太陽は天の川銀河を構成する約2000億個の恒星の一つだ。天の川銀河では超新星爆発が起きたり、中性子星やブラックホールの周囲で激しい活動が起きたりして、
あちらこちらで高エネルギー家電粒子が形成され放出されているのよね。ああ、このような粒子をまとめて銀河宇宙線と呼んでいるよ。太陽はこの銀河宇宙線が飛び交う空間にどっぷりと浸っているんだ。高エネルギー家電粒子が物質にぶつかれば、原子核を壊したり新たな高エネルギー放射線を発生したりと、生命にとってはよろしくない出来事が起こってしまう。放射線ってあまり人体に良くないっぽいことも聞くわよね。実際には、地球上層大気で銀河宇宙線が大気の構成成分に衝突して、二次的な高エネルギー粒子と放射線を生じ、さらにこれが下層大気に侵入するうちに変化するので、地球生命は大きな影響を受けることなく生存することができているんだ。すごい仕組みね。さて、地球磁場によって地球が太陽風の直接の影響を受けにくいのと同じように、太陽磁場によって太陽系全体が銀河宇宙線の直接の影響を受けにくくなっているんだぜ。太陽風と銀河宇宙線ではなんか大きな違いでもあるの？ああ、あるぜ。銀河宇宙線は太陽風に比べるとはるかにエネルギーが大きく、その速さはほぼ高速になる。このため太陽磁場と地球磁場を突き抜けて地球大気に届いてしまうんだ。なるほど。とはいえ、太陽磁場は宇宙線量を減らす役割を果たしていることは間違いないのよね。ああ、この意味で宇宙線防護網になっているということができるんだぜ。でも、この宇宙線防護網は太陽の活動状況によって強くも弱くもなるわよね。今日の霊夢は鋭いな。ポンコツなのか鋭いのかわからないぜ。私はポンコツじゃないです。でもさ、地球の平均気温への太陽風の影響は限定的だとしても、もっと強力な銀河宇宙線が影響することはないかなって思わない？そう、今日は本当に鋭いんだぜ。そう考えたとき、新たな視点が得られたぜ。その大きなヒントが霧箱の原理だ。霧箱？銀河宇宙線は放射線と呼ばれる高エネルギー粒子に分類される。放射線は目で見ることができないのはわかるよな。その軌跡を霧箱を用いて可視化することができるんだ。へえ、私も放射線見てみたいな。霧箱ってどんな仕組みなの？霧箱は塵や埃を含まない純粋な気体に、水蒸気を含ませて箱に閉じ込めた装置だよ。空気に含まれる水蒸気量には限度があって、これ以上は無理という限界量のことを飽和水蒸気量と呼ぶ。飽和水蒸気量は理科の授業でやった気がする。つまり湿度 100% の状態ね。この飽和水蒸気量を超えると、塵や埃が核となって水滴ができて霧が発生する。通常は飽和水蒸気量を超える水蒸気が空気に含まれることはないんだけど、純粋な気体の場合は核になる物質がないので、過剰に水蒸気を含むことがあるんだ。ほうほう、これを過飽和状態と呼ぶぜ。過飽和状態は一見透き通っていますが、ちょっとしたきっかけで霧が発生するんだ。霧箱の空気はこのような状態にしてあるんだぜ。へえ、面白い仕組みね。ここで水分子の性質を見てみようぜ。水蒸気として含まれる水分子は酸素原子と水素原子が結合してできているのよね。ああ、でも水分子内では負の電荷が酸素原子よりに、正の電荷が水素原子よりに分布しているんだ。水分子全体では電気的に中性ですが、部分を見ると偏りがあるというわけで。このために荷電粒子があると、水分子はそれに引き寄せられるぜ。霧箱に放射線が飛び込むと空気の一部を電離して、政府の電気を帯びたイオンを生じさせるわよね。うん、水分子はこのイオンに引き寄せられ、イオンが核となって水滴となる。イオンは放射線の軌跡に沿って発生するから、透き通った空気中に現れる霧の線として、放射線の軌跡を可視化することができるというわけだな。なるほどなるほど。理解が早くなってきたな、霊夢。風が吹けば、黒点数の増減の観測から、太陽磁場は現在約11年の周期で強くなったり弱くなったりしていることがわかるわね。強弱だけでなく磁場の向きまで考慮すると、太陽磁場が変化する周期は約22年になるぜ。え、どうして？なぜなら、太陽の磁極は約11年の周期で入れ替わっていて、元の磁極に戻るまで約22年かかるからだ。太陽磁場が変化すれば、太陽系や地球に飛び込む銀河宇宙線量が変化し、黒点数が多い極大期には太陽磁場が強くて宇宙線量が減り、黒点がほとんど現れない極小期には太陽磁場が弱くて宇宙線量が増えることになる。ふむふむ。この様子を霧箱で観測したとすると、極大期では軌跡が少なくなり極小期では多くなるってことね。そう、つまり、極大期には水滴ができにくく、極小期には水滴ができやすくなるわけだ。ふむふむ、ここで、ちょっと地球大気について考えてみようぜ。大気には水蒸気が含まれるよな。うんうん、塵や埃のような核になる物質があれば、この水蒸気が凝結して水滴ができ雲が発生する。じゃあ銀河宇宙線が大気に飛び込んでくるとどうなるか？
大気中の原子や分子に衝突して様々な放射線を生み出す？うん、それに加えてそうした放射線は大気の一部をイオン化するんだ。すると、塵や埃と同様にこのイオンが核となって水滴が生じ、雲が発生することになるぜ。実際、水滴が発生することは確かめられているのかしら？ああ、過飽和状態ではない空気でも高エネルギー放射線の作用で水滴が発生することが実験で確かめられているらしいぜ。このような考察と実験事実をもとにして、太陽活動の極大期と極小期とでは銀河宇宙線量に違いがあるから、雲の発生量が違う可能性があるということに思い至るな。ふむふむ。霧箱の原理をもとにして、地球大気を巨大な霧箱に見立てているというわけね。気象衛星の画像を見ると雲が白く映っているけど、これは宇宙から眺めると雲が太陽光を反射しているからなんだ。ふむふむ。雲が増えると太陽光を反射する割合が増えて、地球が温まりにくくなって、逆に雲が減ると温まりやすくなると考えても良さそうね。察しがいいな、霊夢。雲が減るのは太陽活動が活発で太陽磁場が強い時期、つまり黒点が多い時期になるだろうな。黒点と白斑の増減、つまり光量日射量の変化では説明できそうもなかった地球の気温の変化が、もしかしたらこれで説明できるかもしれないわね。ああ、すごいことだぜ。黒点が増えると光量が減って、と単純に考えるんじゃなくて、黒点そのものが太陽の磁場の活動を反映していることから太陽磁場に注目、すると思いもしなかった銀河宇宙線の影響があるかもしれないということになった、って考えることもできるからな。まさに風が吹けばなんとやらだわ。寒冷期の記録。ねえマリサ、黒点ってまだまだ謎は深いと思うんだけど、一体いつ頃から観測や実験とかがされているの？太陽黒点の観測が始まったのは17世紀の初め、望遠鏡が発明されて間もなくの頃だったよ。以来、400年にわたり黒点数の記録が残っている。400年も長い歴史ね。この400年の間に特異な時期が2回あったんだぜ。特異？特異というのは400年間にこれが普通だと思われる状態から大きくずれているという意味だ。その時期には黒点がほとんど現れなかったんだよ。それは不自然ね。特に16世紀後半からの70年間はマウンダー極小期と名付けられ、太陽と地球の気候との関係を示す例としてよく言及されている。マウンダー極小期？マウンダー極小期の特徴は、地球の平均気温が下がり、ロンドンのテームズ川が冬季には完全に凍って歩いて渡ることができたり、日本では夏の気温が上がらず飢饉が起きたりと、世界中で人間の生活に影響があったことを指す。ふむふむ。この時期を指して小氷期ということもしばしばあるようだぜ。同様に、もう一つの時期にも地球の平均気温が下がった記録があるんだ。おお、黒点数が少ないということは、太陽磁場が弱っているということで、そのために大気に飛び込む宇宙線量が増し、水滴の核がたくさんできて雲が増え、太陽光を反射して地表が温まりにくくなるっていう、さっきの筋書きが当てはまりそうね。そう思うだろ。だがしかし、これだけでは決定的な証拠とは言えないぜ。なんといっても事例が少なすぎるからな。まだ足りないかしら？もう良い気もするんだけど、やけにならないでくれよな。そこで、太陽黒点の観測が始まる以前の時代はどうだったのか、その時代の太陽活動の活発さを調べる方法はないのかということになるんだ。方法はなんかあったのかしら？それは銀河宇宙線が地球大気を叩いて作り出す炭素14やベリリウム10の量を測定する方法だ。炭素14は樹木に取り込まれ木材中に記録が残る。ベリリウム10は溶接や地層に取り込まれて記録される。どちらも大気中で生成されてから記録として残るまでに時間がかかるから、その解析には手間がかかるんだけど、最近の理論と技術の進歩によりかなりの正確さで増減を捉えられるようになったようだ。この原子たちから何がわかるの？この2種類の原子は銀河宇宙線量が多いとたくさん作られるから、量が多い時には太陽活動が弱くて太陽磁場も弱く、少ない時には太陽活動が活発で太陽磁場が強かったと解釈できる。ほうほう。この記録と、他のデータからわかる地球の平均気温の変遷とを突き合わせると、どうやら太陽活動が活発な時期には気温が高く、低調な時期には気温が低くなっていることがわかったんだ。つまりマウンダー極小期のような寒冷な時期や、今から6000年以上前まで数千年間続いた地球が、温暖だった時期などのような温暖期には、その傾向がはっきり出ているってことね。ああ、こうしてわかってきたことから言えるのは、黒点数の増減が起こる一周期程度の時間では、太陽活動の活発さの地球の気温への影響はほとんどないと言ってよいけど、
長い間黒点数が少ないような長期的に活動が低下するような場合には、数度の温度低下をもたらし、逆に活発な時期が続くと温暖化をもたらすというように、人間の活動に少なからぬ影響があるだろうということだ。ちなみに、20世紀は長期的に見て太陽活動が活発な時期で、その結果、銀河宇宙船の輸入量が減り、運用も減って、地球の平均気温が上昇傾向にある時期だったのよね。うん。現在は種々のデータから太陽活動が低下に向かう時期ではないか。すなわち、自然のままであれば寒冷化に向かう時期に入っているのではないかと考えられているぜ。証拠とかはあるの？ああ、状況証拠は揃っているよ。低層雲と中高層雲が太陽光の反射と大気の加熱に果たす効果の解明が進めば、地球温暖化問題を含めてもっと確かなことが言えるようになってくるだろうな。地球温暖化の防止対策にもつながる話がわかるかもしれないってことね。ああ、これからの研究に期待だな、霊夢。ここまでのお話をざっとおさらいしてみようぜ。太陽表面には黒点と呼ばれる低温の領域があって、現在約11年の周期で増減を繰り返しているのよね。ああ、黒点数が増えると太陽光が減少して地球の気温が下がりそうだけど、実は太陽には白斑という高温領域が全面に点在していて、黒点と同時に増減し、黒点数が多い時期にはむしろ太陽光が増える傾向になっているって話をしたぜ。うんうん、ちゃんと覚えているわよ。今日この話を聞かなかったら、太陽になんか黒い点があるなーって思って終わっていたと思うから、話を聞けてよかったわ。うんうん。地球温暖化とか、これからの私たちの未来にもつながる研究になりそうだし、他人事ではいられないな。じゃあ私これから太陽へ行って真相を確かめてくるわ。霊夢、真っ黒焦げになるぞ。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ああ、また夜更かしして夕方まで寝ちゃったよ。天気がいいのに最近ずっと日光を浴びてないな。それは良くないぜ、霊夢。たまには日光に当たらないと健康にも良くないぜ。でも、紫外線もお肌の大敵だからね。なるべく太陽を避けて生活していきたいな。そんなこと言ったら、ずっと昼夜逆転の生活を続けるしかないぜ。それに、そんなに太陽を嫌っちゃいけないぜ。そもそも太陽があるおかげで、地球上に生命が、生まれ、人間が暮らしていける環境が出来上がっているんだからな。確かに、太陽の恩恵を受けながら生きている私たちにとって、太陽がない生活は考えられないね。そうだぜ。ところで、太陽があとどれくらい存在できるか考えたことはあるか？そこまで考えたことないよ。実は太陽にも寿命があるんだぜ。へえ、そうなの？それじゃあ、今回は太陽について解説するぜ。この動画を見ると、太陽の寿命と、寿命を迎えるとどのようなことが起きるのか、地球や人類にどのような影響を及ぼすのか、ということがわかるぜ。それではゆっくりしていってねー。太陽とはどんな星？マリサ、太陽ってどんな星なの？太陽とは、全体がガスでできた巨大な球体だぜ。この球体は非常に大きくて高密度なんだ。地球とはその構造や成り立ちから、大きく異なる星なんだぜ。太陽は常に球体の内部で核融合が起こっていて、熱や光などの莫大なエネルギーを、生み出しているんだ。そして太陽は、2000億個の星からなるとされる銀河系の恒星だ。恒星って自分のエネルギーで発光する天体のことだね。そうだ。太陽を中心に公転する8個の惑星などによって、太陽系が構成されているんだ。地球もその惑星の一つだぜ。知っての通り、地球は水星、金星に次いで、太陽から3番目に近い位置で公転しているんだぜ。ところで、太陽ってどのくらい大きいの？太陽の直径は、約139万キロメートルもあるぜ。想像もつかない大きさだね。これは地球を横に並べた時に109個並んでしまうほどの大きさになるんだ。他の惑星と比較するなら、木星の約10倍の大きさもあるんだぜ。体積は 1.412×10⁻⁴米、という計算になるんだが、これは地球の130万倍ということになるんだ。計算式は難しくてよくわからないけど、とにかく、とても大きいことがわかったよ。地球との距離はどのくらいあるのかな？地球とは約1億5000万キロメートルほど離れているぜ。これは例えるなら、新幹線で60年、自転車で570年ほどかかる距離だぜ。おいおい、なんで自転車で例えるの？それにしても570年ってすごいね。そうだな。途方もないほど遠く離れているぜ。そしてこの距離のことを、1天文単位、略すと、1英雄と表現し、太陽系内における天体との距離の基準になっているぜ。これまで1天文単位は誤差があったんだが、2012年の国際天文学連合、IAU において、1英雄は、14,959,7877km と最低限されたんだ。元々の値は何だったの？
従来の 1AU の値は、14,959,7870.7km、プラスマイナス3メートルだ。3メートルの誤差表記がなくなって、正確な値として定義されたということだぜ。太陽から地球まで 8.3 分であるということから 8.3 光年分とも表されているぜ。太陽の構造。太陽の構造について解説するぜ。まず、太陽の中心には直径 20km ほどの、中心核と呼ばれる核が存在してるんだ。ふむふむ。中心核は2000億気圧、温度が1600万度にも達するため、固体や液体の形で物質を保つことが、できず、プラズマと呼ばれる特殊な電離気体の状態にあるんだ。太陽は水素とヘリウムで構成されていて、そのうち9割ほどが水素だぜ。この中心核では水素を原料とした核融合反応が常に行われているんだ。この核融合反応によって生じたエネルギーや発生した光や熱を外に放っているんだね。次は中心核を覆っている放射層について解説するぜ。放射層は中心核を40万キロメートルもの厚さで覆っているんだぜ。すごい距離だね。どういう役割なの？放射層は中心核の核融合反応によって発生した熱やエネルギーを外に運ぶ役割をしているんだ。へえ。しかし放射層をエネルギーが通過するまでには長い時間がかかり、近年の研究では約17万年必要とされているぜ。そんなに？この放射層は中心核の温度を維持する保温の役割もしているぜ。中心核の核融合反応が起こりすぎると、中心核は温度が高くなりすぎてしまうからな。高温になるとどうなる？高温になると、それに伴って圧力が上昇し、放射層を押し上げようとする力が働くんだ。この力によって中心核で作られたエネルギーは消費され、高まっていた圧力は低下、核融合反応が鈍くなって中心核の温度が低下する。逆に中心核の温度が低温になりすぎると、放射層を中心としたガスが中心核へ移動し、中心核の密度が上昇、核融合反応が起こって温度が上昇するぜ。なるほど。常に安定して温度が保たれるような仕組みになっているんだね。対流層は放射層を厚さ20万キロメートルで覆う層だぜ。この層は中心核、放射層を通過してきた、エネルギーをさらに外へ放出してくれるんだ。しかし対流層のエネルギーの運び方は、放射層と異なるんだぜ。どんな風に？放射層を通過するとき、中心核で生まれたエネルギーは電磁波に変化する。放射層は密度の高い層のため、電磁波となったエネルギーはあちこちに衝突し、通過するまでに長い時間がかかるんだ。それに対し、対流層は高温のガスが、電熱現象の一つでもある、対流と呼ばれる流れを引き起こしてくれるんだ。放射層を通過してきたエネルギーをさらに外へ運び出しているんだね。太陽の表面ってどうなってるのか気になる。太陽はガスでできているため、地球のようにはっきりとした地表のような表面があるわけではないぜ。そのため嗅覚上のおよそ 500km の大気を、光球と呼んでいるんだ。光球は中心核側と宇宙側で温度が異なり、中心核側は約6000度、宇宙側は4400度と、なっているぜ。光球はその大気内のガスを利用して、太陽内部の光を吸収しつつ、放射の働きをしているんだ。ほう、それによって太陽は自身の輝きを維持しながら、太陽系の他の惑星へ、光や熱といったエネルギーを届けているんだね。光玉の外側にあるガスを、彩層というぜ。彩層は 2,000～3,000km 程度の厚さで、磁場の強い部分になっているんだ。この強い磁気によって、太陽フレアやプロミネンスと呼ばれる現象を発生させるんだぜ。肉眼では観測することのできない層だが、皆既日食時などの特殊な観測条件でのみ、観測することができるんだ。そうなんだ。また水素を検知する Hα 線による測定でも観測することができるぜ。太陽全体を大きく包んで宇宙空間に広がっているプラズマを、コロナというぜ。コロナの形は太陽表面の磁場の影響を強く受けるため、特有の形はないんだ。明るさは光球の100万分の1と言われ、満月程度の明るさになるぜ。では、肉眼で見れるね。そうだな。コロナは肉眼で観測することができるんだ。皆既日食の際に黒い月の周囲で白く輝いている部分になるぜ。またコロナでは、コロナループといった特殊な現象が観測されるんだ。コロナループ？コロナループはプラズマ構造で、ループの両端ではそれぞれ S 極と N 極が観測されるぜ。一般的には半円状のループ型のものが多いが、S 字状に湾曲したものや先が尖ったものと、形状が様々なんだ。太陽の活動。太陽が発しているエネルギーは核融合反応によるものだぜ。へえ、これは太陽内部の中心核で行われていて、水素原料としているんだ。4個の水素原子が激しくぶつかり合うことで核融合し、1個のヘリウムへと変化する。太陽は核融合反応によって常に高温の状態なんだね。ああ。
それに伴って密度も上昇するんだ。高密度の状態で水素同士が激しく衝突し、さらなる核融合反応を引き起こしているぜ。なるほど。この核融合反応によって発生するエネルギーは 4×10⁻³ キロワット、と言われている。このうち地球へ届くエネルギーは200兆キロワットで、これは原子力発電所に置く気分となるから、非常に大きなエネルギーを発していることがわかるだろ。そうだね。太陽には地球の磁場とは大きく異なる固有の磁場があるぜ。これを、太陽磁場と言うんだ。どんな磁場なの？太陽磁場は太陽内部で生成され、光球、砕層、コロナを通過し、宇宙空間へと伸びていく。太陽磁場では水素やヘリウムの原子核と電子がバラバラになったプラズマガスが複雑に流れることで磁場を形成しているんだ。ふむふむ。これまでプラズマガスの流れは無秩序に動いていると思われていたんだが、近年の研究結果で活発に生じる磁場によって抑え込まれ、大きな流れだけが生成され大規模な磁場が発生するという仕組みになっていることが判明したんだぜ。へえ。また、この太陽磁場と切っても切り離せない関係にあるのが黒点だ。太陽の表面に黒い点のように見える部分だね。ああ。黒点は光球にある黒い点状のもので、温度は約4000度で、太陽表面の温度よりも2000度ほど低くなっているんだ。どうしてそんなに温度差があるの？黒点の温度が低い理由は、酸泉が薄もの強い磁場が発生しているためだぜ。強い磁場が発生すると温度が下がるのはどうして？強い磁場が発生すると、ガスの対流が妨げられてしまうから、光と熱が外に出にくくなってしまうんだ。だから他の表面部より温度が低く、黒い斑点のように見えるってわけだぜ。なるほど。この黒点は太陽の活動の指標ともされていて、黒点の数が多いほど太陽の活動は活発と判断されているんだ。しかしこの黒点の数は11年を目安に周期的に変化していて、1日で消える黒点もあれば、数日、数ヶ月と続くものもあるんだぜ。太陽の表面ではフレアという爆発現象が起きているんだぜ。おお。フレアは太陽表面にある黒点周囲で発生していて、磁場が複雑に絡み合うことで再結合し、急激に解放されることでエネルギーが発生しているんだ。どのくらいのエネルギー量なの？一回のフレアで10の22乗から、10の25乗ジュールものエネルギーが発生していて、とても大きなエネルギーが放出されているぜ。フレアが発生した部分は数千万度まで上昇し、高速の電子や衝撃波、X 線などが発生しているんだ。地球に影響がありそうだね。そう。これらが地球にある磁気を乱し、磁気嵐やオーロラを発生させているんだぜ。すごいエネルギーだね。フレアにも、放出される X 線の強さや発した明るさにより A、B、C、M、X、とレベル分けされているんだ。これまで観測された中で最も強いフレアは、1859年にリチャード・キャリントンという、天文学者によって観測された。このフレアにより、ハワイやカリブ海など通常では観測できない場所でオーロラが、発生し、夜間であるにもかかわらず、ちょっと勘違いしてしまうほどの明るさを、地球へもたらしたんだ。またフレアと勘違いされやすいのが、プロミネンスだぜ。プロミネンスは光炎とも表記され、コロナの内部にある細層物質が、吹き上がって発生するぜ。フレアと何が違うの？プロミネンスはフレアとは違い、太陽の磁力線に沿って突出し、その大きさは地球を遥かに超える高さにまで達するものもあるぜ。簡単にまとめると、フレアは太陽表面で起こる爆発現象で、プロミネンスは太陽の磁力線によって突出した細層物質を指す言葉なんだ。コロナの内部でプラズマが溜まりすぎると圧力が高まり、宇宙空間へ放出されるんだ。その際に吹き出したガスを、太陽風というぜ。この太陽風は太陽から磁力線に沿って吹き出し、太陽系を超えた他の銀河まで届くぜ。太陽風によって地球の磁場は乱され、北極南極でのオーロラを発生させているんだ。なるほど。オーロラ現象はそういうことなんだね。また太陽風は発生した場所により、速さや密度が異なるぜ。フレアのような爆発現象で発生した場合、高速かつ高密度のガスとなるんだ。太陽の歴史。太陽が誕生する前、ビッグバンにより誕生した初期の宇宙は、水素とヘリウムで構成され、わずかにリチウムやベリリウムなどの他の元素があるような状態だった。第一世代と言われる恒星が誕生し、その恒星内部で核融合反応が起き、酸素や炭素、窒素、鉄などの重い元素が作られるようになったんだ。ふむふむ。やがてその恒星たちが、超新星爆発を起こし、作られた元素たちが宇宙空間へ放出された。超新星爆発って何？超新星爆発は質量の重い恒星が一生を終える時に起こる爆発だ。恒星内部で水素が足りなくなってくると、恒星が徐々に収縮していく。そうなると、もともと恒星を支えていた圧力が小さくなり、周りの重力の方が強くなる。
重力に耐えきれなくなった恒星は中心部から一気に崩壊し、大爆発を引き起こすんだ。爆発後はどうなる？超新星爆発後、恒星があった中心部には中性子星かブラックホールの、どちらかが形成されるぜ。超新星爆発によって様々な原子は宇宙空間に放出され、それらは銀河系を漂ううちに、濃いガス、薄いガスと濃淡の差が生じるようになったんだぜ。濃いガスは引力が働き、集まることによって大きなガス雲になっていくんだ。ガスはもともと重力エネルギーを持っていて、それによって熱が発生してガスの中心部が、温まっていくぜ。ガス雲が大きければ大きいほど高熱になるの？ああ。大きなガス雲だとその分、中心部が高熱となって、1000万度を超えるようになるぜ。すごいね。このように高温の状態が続くと、水素同士の衝突による核融合反応が、頻繁に生じるようになるんだ。それに伴って、核融合反応による光が発生し、自分自身で光り輝くようになるぜ。なるほど。だんだんとガス雲の中心部の圧力も上昇し、やがて安定した恒星へと変化する。このようにして第二世代、第三世代の恒星が誕生していったんだ。太陽が誕生した時期はわかってるの？太陽は約46億年前、銀河系の中心から 2.8 万光年離れているところで誕生したぜ。おお。太陽は水素、ヘリウムが中心となって構成されているが、微量ではあるものの、炭素や酸素などの、他の元素も含まれているため、第二世代、または第三世代どちらかの構成ではないかと、考えられているぜ。誕生したばかりの恒星は活動的であることが多く、太陽も同じだったようなんだ。いろんな説があるんだね。他にも、爆発現象であるフレアが活発に起こり、太陽風も強く吹いていたと考えられているんだ。また、自転の速度も9日で1回転していたんだぜ。ちなみに現在は27日に1回転の速度だ。相当速いスピードで回転していたんだね。誕生後、活動的だった太陽だが、徐々に活動量が低下していくんだ。それはなぜ？これは初期の太陽風が非常に強く吹いていて、太陽のエネルギーを宇宙空間へ持ち出してしまったことや、核融合反応の原料となる水素が、初期の太陽より少なくなってきたことが挙げられるぜ。現在は太陽風も落ち着き、安定した恒星として太陽系の惑星たちを照らし続けているぜ。太陽には寿命がある？寿命を迎えると何が起きる？太陽の寿命について解説していこう。恒星の寿命は質量によってそれぞれ異なると、されていて、質量が大きいほど寿命は短くなっていくんだ。太陽または太陽と同程度の質量を有する惑星の場合、約100億年は活動を続けると、されていて、太陽よりも50倍近くの質量がある恒星であれば、約500万1000万年程度でその活動を停止すると予想されているんだ。ほう、この理論で考えると、私たちのよく知る太陽は誕生から約46億年が経過しているため、単純に考えれば寿命が訪れるのは約50億年後だということがわかるぜ。あまりにも遠い未来すぎて想像もつかないよ。わかりやすく人間で例えるとするならば、働き盛りの40代前後といったところだな。いずれにせよ現代を生きる子供たちの孫世代、ひ孫世代、さらにその孫の世代が生存している。間に太陽が寿命を迎えるということは、まずないと言っていいだろう。ここからは活動終末期を迎えた太陽に起きることについて、具体的に予想していきたいと思うぜ。よろしくね。まず、太陽は水素をヘリウムに変えることでエネルギーを生み出している。しかし寿命を迎える頃には、この水素をすべて使い果たしてしまうのではないかと、言われているんだ。ふむふむ。そして中心核に残ったヘリウムはやがて核融合を始め、太陽は徐々に膨張を始めるぜ。そうしたらどうなるの？膨張後の太陽は通常状態の時に比べて約 1.5 から2倍ほどサイズも明るさも上がる一方で、温度は約2000から9000度程度低下すると予想されているんだ。このようになった太陽は表面が赤く見えるようになることから、赤色巨星と呼ばれるようになるぜ。ちなみに太陽が寿命を迎えた際にはこのようなプロセスをたどるが、他の恒星が寿命を迎えた際に全く同じ反応を表すかというと、決してそうではないぜ。例えば、赤色矮星と呼ばれる低温で小さな恒星の場合は、エネルギー源がなくなればそのまま消滅することがほとんどだ。また、青色巨星と呼ばれる高温かつ巨大な恒星の場合は、超新星爆発と、呼ばれる大規模な爆発現象を起こした後にその一生の幕を閉じるだろう。膨張し赤色巨星化した太陽の中心核は、核融合が終わると今度は徐々に縮んでいくんだ。そして元の大きさと同程度、あるいはそれ以上に小さくなった中心核は、白色矮星と呼ばれる、天体に変わるぜ。白色矮星は恒星にとって活動末期の形態と言われており、さらに時間をかけて温度が、低下していくと、最後には、黒色矮星という観測不可能な天体として活動を完全に停止するぜ。
そして、この過程の中で放出された塵やガスは徐々に天体の外へと広がり、白色矮星の周りを取り囲む惑星状星雲になるだろうと予想されているんだぜ。太陽が白色矮星、そして惑星状星雲へと形態を変えていくプロセスの中では、太陽系惑星の軌道にもある程度影響を与えるだろうね。そうだな。中でも大規模な質量と強力な重力を有している木星の軌道が乱れた場合には、同時に小惑星の軌道も大きく乱されるだけではなく、太陽系を外れた遥か彼方に弾き飛ばされる可能性もあると言われているぜ。また太陽系の外ではなく、白色矮星になった太陽中心核の方向に吹き飛ばされるケースもあるんだ。過去に発見された白色矮星の周辺には、いずれも元は天体だったと見られる大量の塵が観測されているため、太陽の場合にも同じようなパターンが観測できるだろうと言われているぜ。先述したように、太陽の明るさは寿命に向かって少しずつ明るさを増しているんだ。地球の温度が高くなると、地球上の水分が蒸発し、蒸発した水分による厚い雲が、地球を覆うことになるぜ。これが地球に被されたダウンジャケットのような、働きとなって、地球は異常なまでに暑くなるんだ。そんな時が来たら怖いね。近年の研究では今から約23億年後、そのエネルギー量は地球上の生命を、死滅させるほどのものになってしまうと推測されているぜ。つまり、太陽が寿命を迎える以前に、地球は生命が住める環境ではなくなってしまうってことだね。太陽が与える影響。太陽があるから人類が誕生したんだ。そのことについて解説するぜ。よろしくね。太陽は誕生した後、周囲のガスを巻き込みながら徐々に大きさと輝きを増していった。巻き込まれたガスの中で濃淡の差ができ始め、円盤状のガス雲が形成されたんだ。さらにガスに含まれる小さな塵たちが円盤の中心に集まるようになって、やがてくっついていくことで、微惑星と呼ばれる天体となったんだぜ。微惑星同士が引力で引き合ったり、衝突し合ったりすることで合体して、徐々に大きくなっていくんだ。これにより微惑星が成長して、原始惑星となったんだ。地球誕生の始まりだね。原始惑星として誕生した地球は、太陽系の中では唯一の水を持つ惑星だぜ。そして誕生してから1億年と長い時間をかけて熱い大気を生み出したんだ。大気は雲を作り、雨を降らせ、海を形成した。海の中ではバクテリアや藻が、地上では植物が、それぞれ生まれ、光合成を行い、酸素を作り出す。太陽による光がなければ光合成を行うことができず、地球で酸素が作られることはなかっただろう。仮に太陽の光がなくなったらどうなる？植物は枯れ始めるだろうな。植物が枯れてしまうことで、草食動物や昆虫の餌がなくなり、絶滅するぜ。草食動物を餌とする肉食動物も同様に絶滅してしまうだろう。私たち人類も食料不足に苦しむこととなるね。そうだな。しかし、太陽の光の影響は食料だけではないぜ。光は地球に明るさだけでなく、熱も与えているんだ。光がなくなることで、地球の気温は、どんどん下がり、3日から1週間程度で気温は0度まで下がると言われているぜ。そうか。気温の問題もあったね。専門家によっては1年ほどで、マイナス70度以下まで低下するという見方もあるようだぜ。時間の経過とともに地球の気温は下がり続けるため、そうなると呼吸をする生物は、生き続けることはできないぜ。それに、光がなければ地球は夜みたいな暗闇状態だね。そうだな。しかも太陽の光を反射して輝いていた。月も見えなくなってしまうから、日夜の区別もつかなくなるだろう。太陽の影響はそれだけではないぜ。地球は太陽の周囲を1年かけて回っている。これは太陽の持つ巨大な引力で地球を引っ張っているためなんだ。太陽がなくなると、地球を引っ張っていた引力も消失し、地球は宇宙空間に放り出されてしまうぜ。広大な宇宙を目的なく漂う状態となって、他の星と衝突してしまう可能性もあるんだ。太陽は、寿命が近づくとどんどん膨張していき、地球よりも太陽に近い軌道をめぐる、水星や金星などの内惑星は、飲み込まれてしまうぜ。地球はどうなるの？地球がどうなるのかについては、まだ確かなことは分かっていないぜ。現在は、地球が内惑星と同じように太陽に飲み込まれて消滅してしまうとする意見も、あるが、太陽の重力によって引き込まれるのを避けられるかもしれない、とする意見が科学者の中では有力なようだぜ。なるほど。どちらにせよ人類は、太陽が水素を使い果たす前に、生命の移住候補地を見つけて、地球を脱出しなければならないのは確かなようだな。他の惑星にも地球と同様に多くの影響が出るんじゃないの？特に地球より太陽に近い水星、金星は太陽が膨張する段階で太陽に飲み込まれて消滅しちゃうよね。そうかもしれないな。地球より外側にある火星や木星、土星、海王星は、
太陽の光の影響を受けるのが遅いから、地球が太陽消滅によりパニックになった時でも、いつもと同じように過ごすことができるだろう。しかし地球と同様、気温の低下がもたらされるほか、太陽による引力の消滅により、宇宙空間を漂うようになるとされているぜ。人類が生き延びるためにはどうすればいい？地球には定期的に小惑星が接近していて、NASA の発表によるとその数は約8500個もあるそうだぜ。そんなに？今後100年間は衝突の可能性は少ないとされているけど、ここ数年でも衝突の危険が、あったケースが何度かあったと言われているぜ。この小惑星の衝突を利用して、地球の軌道を変える方法が提案されているんだ。嘘でしょ？小惑星を軽く地球に衝突させると、地球の軌道にはわずかにズレが生じ、角度と力をうまく調整すれば、生命が存在できる程度に太陽系の外側に移動させることができるんだ。計算上は6000年に一度程度の頻度でこれを実施できれば、少なくとも太陽の寿命までは、地球上の生命を維持できると考えられているんだぜ。しかし、計算に誤りがあり万が一太陽に小惑星が衝突すると、太陽表面の熱が地球まで及んで、地球は大打撃を受けるかもしれないんだ。それは怖いね。視聴者の皆さんは気づいているかもしれないが、この案は研究者が冗談半分で提唱しているもので、あまり真面目に取り組まれている研究ではないぜ。信じた私がバカだったよ。まあ、落ち着け、霊夢。より現実的なのはこちらの案だ。太陽のエネルギーを利用して惑星間を航行できる宇宙船によって、地球や特定の惑星という場所に、こだわることなく、人類は移動しながら生活できるというものだ。その前提になるプロジェクトとして、NASA や民間企業は、火星への移住計画を、2030年代を目標に実現させようとしているんだぜ。さほど遠い未来ではないね。太陽が寿命になった時は、火星ももちろん影響を受けて、人類が住める土地ではなくなる可能性が高いぜ。そのため、さらに外側の星に移住するか、大規模な宇宙ステーションのような施設内で、一生を過ごせるようなシステムをこれから構築していく必要があるんだ。50億年後の太陽系滅亡に備え、浮遊惑星を、箱舟にする研究が発表される。太陽が寿命を迎えるとされる50億年後まで人類が存続できるかは不明だが、地球生命や人類の子孫が生存するためにはいつかは地球や太陽系を脱出する必要が出てくるぜ。しかし地球から最も近いプロキシマケンタウリでさえ 4.2 億光年もの、距離があり、既存の技術で到達するには6000年以上を要するだろう。技術が進歩して推進システムが改良されたとしても、困難でしょ。恒星間移動を行う移民船には、複数の世代交代を円滑に行えるだけの十分な、資源と空間的な余裕が必要となるだろうな。そこで、ヒューストンコミュニティカレッジの研究者は、どの恒星系にも属さずに宇宙をさまよっている浮遊惑星を箱舟にする方法を、研究し、2022年4月28日に、インターナショナルジャーナルオブアストロバイオロジーにて、その結果を公開したんだぜ。それはすごいね。宇宙をさまよう浮遊惑星は冷たく暗い場所と思われがちだが、地球のように暖かい核があれば、地殻の内側に液体の海が形成されると考えられていて、生命の生存に必要な暖かさの、確保が可能になるんだ。実際、土星の衛星エンケラブスは内部に、熱源が生きていて、氷に覆われた地殻の内側には液体の水からなる海があると考えられている。十分な水は宇宙放射線から生物を守るバリアの働きもしてくれるんだ。浮遊惑星の地殻をくり抜いて与圧できれば、巨大な空間と大量の資源を利用できる。ようになって、数千年数万年に及ぶ旅路も可能になるだろう。研究者は十分な技術と資源があれば、惑星を操縦して望みの方向に向けることも、可能だと述べているんだ。でも、どうやって浮遊惑星を確保するの？研究では次の4つの方法が提案されているぜ。その1、偶然地殻を通った浮遊惑星に乗り込む。2020年に行われた研究では、私たちの銀河系には500億個もの浮遊惑星が存在すると、報告されているんだ。これら浮遊惑星の多くは、恒星系同士の接近時に重力の影響によって、星系外に弾き出されたものが起源となっているぜ。そうなんだ。銀河系全体から見れば決して十分な数ではないが、太陽の寿命が尽きる50億年後までには、有望な浮遊惑星のいくつかが太陽系の近くを通り過ぎると考えられている。研究者たちは、十分な準備と技術があれば、これら通りがかりの浮遊惑星に対して、ヒッチハイクを行い、滅びゆく太陽系からの脱出も可能になると述べているんだ。条件がいい浮遊惑星の場合、予期せぬ先客がいる可能性もあるかもね。それは否定できないな。その2、太陽系外縁から手頃な天体を持ってきて改造する。2番目の方法は偶然に頼らず浮遊惑星候補自前で調達する方法だ。どういうこと？
この方法では太陽系の外縁部、オールトの雲と呼ばれる領域にある手頃な準惑星などの天体を、地球の近くまで牽引し、地下都市などのインフラ整備などを行った後に、推進システムによって再び加速し、太陽系の外に、出航させるんだ。そんなことができるの？手間こそかかるが、運に頼って浮遊惑星の来訪を待つよりは、手堅い方法と言えるだろう。ただこの方法は準惑星クラスの質量を太陽系の外縁から内縁に移動させる必要があるため、地球や火星などの軌道に影響を与える可能性があるぜ。そのためやるとしたら、地球の軌道変化など構っていられないギリギリの状況。つまり、地球が太陽に飲み込まれそうな時に限定した方が良さそうだな。その3、太陽系外縁の準惑星を外に弾き出して浮遊惑星にする。3番目の方法も2番目と同じく浮遊惑星候補地前で調達するものとなるぜ。この方法では、準惑星セドナなど太陽から遠い位置を周回している天体を推進システムによって加速し、太陽系の外に弾き出して浮遊惑星にするんだ。ほう、弾き出す前不対分なインフラ整備を行うことができれば、安定した箱舟として、機能してくれるはずだぜ。けど、2番目の方法で問題とされた地球軌道への影響はないの？それは最小限に抑えられるだろう。しかしこの方法も2番目と同じく、結局は準惑星規模の天体を移動させるだけの、推進システムが必須となるだろうな。その4、太陽が死ぬ間際に弾き出される惑星に乗って旅に出る。4番目の方法は、やや博打になるぜ。太陽が膨張して巨大化すると、重力の変動によっていくつかの惑星や準惑星衛星などが太陽系外に、弾き飛ばされ浮遊惑星となる可能性があるんだ。ふむふむ。弾き飛ばされる天体が事前に予測できる場合、あらかじめ移住しておくことで滅びゆく、太陽系から逃れることができるだろう。もし運よく地球が弾き出しの当事者になった場合、地球そのものが箱舟、となって、一緒に別の星系を目指すことになるだろうな。50億年後の人類が惑星や準惑星を移動させるほどの技術力がない場合は、この方法が、実行されると考えられるぜ。今回の研究によって、太陽系脱出のために浮遊惑星を利用する方法が示されたんだ。浮遊惑星を宇宙船として利用するメリットは、惑星全体を資源や生活空間として利用できる、点にあるぜ。また惑星の内部が地球のように熱を保持しているならば、地熱エネルギーを、利用することも可能だ。ただ、浮遊惑星を永遠の住処とするのは難しいんじゃないの？そうだな。惑星内部で生産される熱は有限であるため、時間が経てばコアまで冷え切って、液体の海を維持できなくなるからな。そのため研究者は、浮遊惑星はあくまで、救命ボートのような存在であり、移住先が見つかれば乗り捨てる必要があると、述べているぜ。なるほど。一方、研究では、浮遊惑星を使った宇宙規模のヒッチハイクを行っている文明がある場合、様々な惑星に、文明の種をばらまく、種まき機として、機能する可能性についても述べられているんだ。これまでの地球外文明の探査は、星系内にある惑星に目が向きがちだったけど、もしかしたら浮遊惑星こそが最大の狙い目なのかもしれないぜ。今回は、太陽の寿命が約50億年であることを紹介したぜ。50億年となると果てしない時間に感じるけど、太陽が生まれてから46億年経っていると考えると、太陽にとっては折り返しのタイミングが近づいてきているということだね。昨今は世界中で地球温暖化が問題視されていて、太陽活動とは関係ないところで、地球が生命にとって住みにくい土地へと変わろうとしている。今回で改めて太陽の恵みのありがたさを知ってもらい、どのような動きをすれば、これからも地球に長く住むことができるか、考えるきっかけになれば嬉しいぜ。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録と、グッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。最後まで、ご視聴ありがとうございました。